ジョス、キャプテン佐藤と申します。すいません、ちょっと寝起きでテンションが若干低めです。まあ、いつも低いんですけどね。ですね、こちら、今見えてる画面の下にパックが4つ見えてると思うんですね。でですね、ちょっとご質問もいただいたので、パックの開封についてある程度、分かったことをちょっとダラダラと話していきます。でまずね、左の3つ、こちらね、ゲーム勝利報酬って書いてある方は、マイナーリーグって今左上に書いてありますけど、まあ、こちら自分のクラブチームで戦っているリーグ戦、これでねもう試合1試合すると、あ、1試合勝つと必ずもらえます。でそれをね、なんか例えば右から2つ目のブロンズパックっていうのは3時間って書いてあるんですけど、開封し始めて3時間後に、この、まあ、開封ができると。で一番左のゴールドって書いてあるやつはもう今すぐ開けることができるやつですね。これ何時間かかったかな、結構時間がかかりました。9時間ぐらいかかりました確か。でですね、まあ1個ずつしかこの開封ができないので、1つ3時間の開封が終わったらまた次っていう感じになるんですけどね。で一番右はこちらね、プレイヤーパックって書いてあって、これはね昇格報酬ってやつなんですね。ここの画面にも書いてありますよね、一番右の下に昇格報酬。こちらはですね、全試合を終えて、まあ、今僕マイナーリーグってやつにいるんですね。これをねもうチャンピオン4回かな、で今5回目に挑戦してるっぽいんですけど、まあ、何回か、やると次のメジャーとかプレミアに行けるんですけどね。昇格っていうのはこのマイナーの1位でいいのかな、多分。あ、2位までが昇格なのか。2位までに入ればいいんだと思います。全試合を終えて。そうするとね、もらえます。別にマイナーのままでもね、このマイナーの左に書いてあるレベルが上がれば、必ずもらえるのが昇格報酬ってやつですね。この昇格報酬でもらえるのはプレイヤーパックつって、必ずプレイヤーが、選手が入ってるやつなんですけど、こっちのマッチパックっていうのは、ゲーム勝利報酬ってやつで、試合で勝てばもらえるってだけなので、まあ、選手が入ってるとは限らないんですよ。ただ気づいたのが、このマッチパック、パック内容に、まあ、キャッシュ、選手を強化するときに必要なお金ですね。であとその下のまたお金なんですけど、これはコインのやつで、コインはね実際にまあ課金アイテムです。これ石です、石、ね、よくある石とか新鮮な石とか言いますよね。この石に代わるコインがなんか、ストアで買えるアイテムを買える、買うのに使えるんですよ。ストアちょっとまた後で見ましょう。これかで、まあ、金が入ってたり、トレーニングポイントが入ってたり、あと医療パック、これは選手が怪我した時に使うアイテムですね。結構これ消費するんですよね。選手すぐ怪我するんですよ。大事なんですけどね。これが多分もう予告されてるってことなんでしょうね。これと、これがね、今一番右から2番目、真ん中の右側のマッチパックのブロンズなんですけど、左側のブロンズのマッチパック。こっちはパック内容が右とちょっと違いますよね。1コモンのプレイヤー、選手が入ってるみたいです。まあコモンって一番下のレアリティなんですけどね。コモンのプレイヤーとキャッシュが470、あとコイン、金が3枚。で、アップグレードの銀が入ってるそうですね。これは結構当たりなんじゃないでしょうか。まだね、1時間48分後に開けられるそうなんで、まあ、この予告通りちゃんときっちり入ってるのか、ランダム要素がちょっと働くのか、見たいと思いますね。なので、ブロンズパック、今持ってるマッチパックのブロンズのやつ、1時間47分後とあと3時間後、結構まだまだ時間が、5時間後ぐらいにスキップして、またこれを開封したいと思います。では5時間後にスキップ。よっしゃー、じゃあ5時間経ったんで開けていきましょう。ゴールドマッチパックが1つと、ブロンズのマッチパック、ブロンズのマッチパックが2つ。ということでですね、まずブロンズの右が一番なんか外れっぽかった。キャッシュとお金とトレーニングポイントが35。
あと一つの医療バッグが入ってるそうなんで、これ変動なしかな、ちょっと行きましょう。さあ変動なければもう、なるほど、予告通りですね。はいはい、まあ、それを基準にしてどっちを先に開封するかとか、まあ、コインを使ってね、お金を使って早めに開けたいか判断しろってことですね。じゃあこっちもう一つのブロンズマッチが、1コモンプレイヤー選手が当たるみたいなんで見ていきましょう。こういうのね大事なんですよね。まあちょっと後で話しますけど、はい、センターの選手ですね。待って、イングランドのウィルキンソン、 P だけど、 P ウィルキンソンっていうイングランドの選手、ちょっと惜しいなこれ。センターだけど当たりまして、その右側ね、アップグレード銀、これ当たりでしょう。ブロンズから出るとしてはどうなんでしょう、当たりじゃないですかね。さてさて、でちょっとゴールドを開けてみましょうか。これはキャッシュが、あーこれも選手当たるんだ。キャッシュ多めで金も6枚多めですね。トレーニングポイント70とフランカーの選手が当たりました。42は結構強いですね。ちょっと今当たった選手を、どこだ、この人か、アクステイ選手、この選手もコモンか、一瞬銀かなと思ったけどコモンの選手ですね。ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、この人もコモン、一番下のレアリティで、この人もコモンなんですけど、この人はね、最初からいる選手なんですよね。でこっちはなんかパック開封で当たった選手。何が違うかというと、この補欠っていうところで、今当たった選手、例えば、あれ？これか。これはトレーニングポイントに、できちゃうんですよ。まあトレード、売っ払うことができるんですけど、ちょっと色が暗いコモンの選手はこれ、ね、トレード拒否、完全なチームを試合に出せるようにするためオリジナルのプレイヤーをトレードにすることはできません。若干日本語怪しいですけど、まあ、最低なんかチームが組めるように23人分多分、このね、ちょっと若干暗い色のコモンの選手たちは売れないようになってるんですね。ただですね、このゴールっていうところ、あ、もうチェックついてんな。一番下から2番目、2人のプレイヤーをトレードするっていうのが書いてありますよね。これデイリーミッションみたいなやつで、まあ、お題を1つずつクリアしていくと、まあ、今日僕あとね2時間30分の間にペナルティーキックを、ペナルティーゴールか、もう1本決めて、ボックスキックをあと2回やんないと試合中で全部達成できなくて、最後全部達成すると、まあ、一番上の2つと一番下の全てのデイリーゴールを完了したら、お金コインが2枚もらえるんですよね。そういうのでね、結構出てくるのがこのプレイヤーをトレードするっていうお題なんですよ。だからなんかいらないコモンの選手、ちょっとね取っといた方がいいですね、普段からという感じです。とりあえずパック開けてみたから、まあ、最後にじゃあストアの説明、ストアじゃないか、ごめんなさい、オファーってやつの説明、まあ、ストアからも見れるんですけどね、これ、新オファーまで2時間52分って書いてあって、まあ、医療パックとアップグレードの銅が今だったら買えますよっていう、これ課金アイテムのコインですね。100枚で銅のアップグレードのアイテムか、あとはキャッシュ1万2000で医療パック75、これねちょっと悩んだんですよね。どちらかというとこの医療パック75結構欲しいなと思って、僕が今持ってるキャッシュって右上の方にちっちゃく書いてあるんですけど、42,079キャッシュ、あ、買えるんですよね、開示状態ですよ、買える、今の俺なら買えるみたいな、どうしようかちょっと悩んでるんですよね。めちゃくちゃ選手怪我するんですよ、クラブチームで試合してると。怪我してる人たちいんのかな、今はいないか、なんかね、しばらくもうね、放置してたんですよね、怪我してる人たち。主力が怪我したらどんどん変えていくみたいなね。今はいないのか。あ、だから、どんどんパック開封はしてった方がいいんで、試合をとにかく進めて、まあ、マイナーリーグでね、試合を進めていけば、
ちょっとずつね、パックがもらえるんで、とにかくスロットに常に開封準備をしている状態にしておきたいなと思ってます。そんな感じかな。このストアでもね、オファーってところが見れるんですけど、これはなんか定期的に時間が、経って中身が変わっていくみたいなので、これでね、もし銀とか金とかのアップグレードが来たら買い時っちゃ買い時なのかもしれないけど、高いでしょうね。あとはこの右も僕全ての報酬を受け取り済みってなってますけど、広告をね4回見ると4つまで、これ12時間に1回なのかな。ちょっと見えづらいんですけどね、まあ、キャッシュとかなんか医療アイテムとか設計図とかもらえて、最終的にマッチパック動画1個、ブロンズのマッチパックがもらえるんですよ。まあ、時間あるときにね、広告1回30秒くらいなんで見てもらったらいいんじゃないでしょうか。パックはね前の前作ではちょっと僕課金して引いてみたんですけど、まあ、今回の22ならまだ買う価値が少しはあるのかな。まあ、お金に余裕があるときにね、ちょっと試してみたいなと思ったりしてます。はい、とまあこんな感じでね、今日はパック開封について雑談風に動画にしてみました。これからね、なんか対人戦とか来てくれたらね、本当にストアとかでパックをね購入するっていう人たちも増えると思うんですよね。対人戦とあとランキングね、なんか世界ランキングで自分の名前と国籍とかが載ってね、1位をね日本で独占しようぜとか、そういうの楽しそうですけどねただの願望なんですけど、なんかねそういう意見とかもしあったら、なんかね書き込むとこ用意する、俺がこのチャンネルになんかそういうできた気がするんだよな。まあ、なんかこのディスティンクティブゲームズ運営さんに言いたいことあったら、なんかとりあえず書いてみてください。で、ね、ちょっとずつ意見をまとめてるんで今、そういう感じで、まあ、いつかねメールしたいなと思ってます。仕方されそうですけど、という感じで今日は日曜日で、違う土曜日か、今日明日も休みだ、ラッキー。明日はねちょっと久々にラグビー20やりたいなと思ってて、もうね海外勢ではちょっと違うゲームの話で申し訳ないんですけど、海外ではねラグビー22がもう発売されてるんですよね。で日本ではねプレイステーション版が3月の3日に発売なんで、それまでにね僕ラグビー20やりたいことまた残ってるんで、そっちを明日撮って、まあ間に合えば、編集が間に合えば明日中に動画出すかもしれないですけど、間に合わなければね来週のちょっと月曜日火曜日くらいに出そうかと思ってます。とりあえずで、そんな感じです。はい、明日もリーグワン見ます。お疲れ様です。